新型コロナとインフルエンザの両方について感染の拡大が懸念される状況だと考えています。先月に入り、第10波を指摘する声も相次ぐ新型コロナウイルス。そして去年から警報が続くインフルエンザ。感染症の同時流行に新たな変異株も登場。世界で今、最も流行ってる、流行してる、株だと、変異株だということで、JN1。今後、感染はどう広がっていくのか、専門家に話を聞きます。寝る前はどうもなかったですか？寝る前が頭痛と吐き気だけ。本当、頭痛と吐き気、はい、風邪ひいたような症状とかはなかった？あと鼻水が出るから、ね、喉が痛いとかはないですか？はないです。わかりました。南区の内科では、午前中から発熱などの症状を訴える患者の対応に追われていました。ここに来てもう明らかにコロナは増えてると思います。取材中に検査を行った患者5人のうち、2人が新型コロナ陽性という結果に。多い時では1日に10人ほどが陽性になるといいます。去年までは12月くらいはもう圧倒的にインフルエンザが多かったんですけれども、この2週間くらいですかね、もうコロナの方がインフルエンザよりも増えてきて、例えば割合でいくと、コロナが5人いたらインフルエンザが1人か2人っていうぐらいの割合に今はなってます。県によりますと、新型コロナの感染者数は1月28日までの1週間で県内113の定点あたり 14.14 人で、11週連続で増加。去年11月以降感染拡大したインフルエンザの感染者数を上回る形に。この現状に専門家は、年末から1月2月にかけてこうピークがありましたですね、7波8波というピークがあって、やはり冬場に多くなってくるウイルスだろうというのはもう当初から想定されている話だったんですけど。新型コロナが5類に引き下げられ、初めて迎える年末年始の長期休暇。海外からの観光客や感染対策の緩みなども要因ではと指摘します。全国的に見て10波とこういう言葉もちらほら聞かれてはいますけど、今判断するのは難しいと思います。この今の立ち上がりがどうなるのか、ひょっとしたらこのまま下がってくるかもしれないというところも考えたら、やっぱりちょっとその10波ということを言うのはちょっと時期が早いかなという感じはするんですけど、やっぱり注意をしなくちゃいけないという意味では、やっぱりそういう波が来てるなということを知ってほしいということは確かだと思いますね。県内にも確実に押し寄せている感染の波。そして今、全国的に広がりつつあるのが新たな変異株 JN1 です。オミクロン株から派生したもので、重症化するリスクは高くないと言いますが、分かっていることは免疫を回避してくる。例えば以前かかった人も、あるいはワクチンを打っても、それをワクチンをすり抜けて、そして免疫をすり抜けてかかってしまう。感染力が高く、今は県内で少なくともおよそ3割の陽性者がこの JN1 だと言います。そして県内ではインフルエンザも同時流行。どちらも子どもを中心に感染が広がっていて、県内でも学級閉鎖が相次いでいるといいます。感染力や症状が似ているため自己判断が難しいという新型コロナとインフルエンザ。早期に病院で検査し、感染を広めないことが重要だといいます。コロナの場合は2月頃の過ぎて、まあ、2月いっぱいかに、あるいは2月の中旬以降ぐらいにはだんだんこう減ってきたと思うんです。でインフルエンザもだいたいそういう傾向にあるんで、やっぱり2月中ぐらいはまあ注意する期間かなというふうには予測はしてるんですけど、その頃にピークアウトになったらいいなというふうに思っています。
周りでもこうコロナにかかったっていう方をよく聞くようになってきたかなとも思うんですけれども、上村さんこう気をつけていきたいですよね。ちょうど今のマスクを外して油断している時期だとも思うんですけど、私の周りでもコロナやインフルエンザだけじゃなくてただの風邪をひいている人も増えてきているので、手洗いうがいなど基本的なことをしっかり対策していきたいですよね。そうですよね。こうやっぱりどのように対策をしていくのか、コロナ禍でいろいろ皆さん学んだこともあるでしょうから気をつけていきたいところなんですが、その県内の新型コロナとインフルエンザの感染者数の推移を改めて見てみようと思います。青が新型コロナウイルスで、赤がインフルエンザなんですけれども、インフルエンザはですね、11月頃から12月頃に警報が発表されたんですが、このあたりでこうグググッと増えたんですよね。で、先月にかけては下がってこう落ち着いてきたかなという印象を受けていたんですが、またこの 1,2 週間で上がりつつあるという状況になっています。一方で新型コロナなんですけれども、昨年の夏頃に第9波とされる感染の波というのがありました。で、秋頃から12月頃にかけてはあまり増えなかったんですよね。ただここがですね、去年の夏と同じぐらいの水準まで今は来ているということで、やはり新型コロナの方も警戒をしていかなければならない。山崎さん、グラフで見てみると増えているんだなということが一目瞭然ですね。やっぱりこう夏休みだったりお正月の休みだったりとか、こうどこかに出かけたいって、皆さん思うと思うんですけども、そういう時もやっぱ気がどうしても緩みやすくなっちゃうのかなって思いますけど、気をずっとね引き締めていかないといけないんだなって、これ見て改めて思いますよね。なくなるわけではやっぱりないんだよねっていうことを改めて頭に入れておかなければならない。ウイルスというのは常に周りにあるんだということを意識しなければならないなと思うんですが、そんな中ですね、新たな変異株、こちら JN1 というものが出てきました。こちらオミクロン株から派生をしたものになっています。で、症状としては今までとあまり変わらないということで、発熱や喉の痛みなどがあるそうなんです。で、一般の人にはですね、重症化リスクは高くないということなんですが、ただただ免疫を回避するという特徴があるということで、これまでに何度かかかったことがあるとか、ワクチンを接種したというような方も再感染する可能性があるということなんです。で、やはりコロナもインフルエンザもそうですけれども、対策としてはマスクを着用する、手洗いうがいをする、そしてやっぱり寒いからおろそかになりがち、換気、これはね十分意識をしていかなければならない。社内、職場などでもそうですし、学校でも考えていかなければならないことじゃないかなと思います。さらには VTR 中にもお話しいただいた桑原センター長によると、最も重要なのが、少しでも体調に異変を感じたら早期に病院で検査をして自宅療養をする、そして感染を広げないことというお話でした。やっぱりこう異変があっても、あ、いけるかなと思って、仕事や学校に行っちゃうというようなこともあるかもしれませんが、その時はもう早めに病院を受診して自宅でゆっくり休む、これは自分もそうですし、周りの人にも声をかけながら心がけていきたいなと思います。